私は柊木慎介、勘定奉行柊木家の当主をやっている。君たちに会えて実に光栄だ。会えて嬉しいぞ。今回会いに来たのはその、まあそうせくな。せっかく有名な二人の旅人が来たんだ。そう焦って本題に入らなくてもよかろう。オイラたちって有名なのか？もちろんだ。風魔竜を倒し、渦の魔人をも鎮圧するほどの実力を持った人間がこの世に何人いるというのだ。確かにな。おっしゃる通りだ。うんうん。それとリーユエコーでファデュイの計画を阻止し、決戦の最中彼らの執行官を倒したのは本当か？そんなことも知ってるのか。確かにハンターだぞ。やはり本当だったか。どうしたんだ？いや、なんでもない。ただ君たちを称賛しているんだ。お二人がこの離島に訪れたのは実に光栄なこと。かねてよりお二人は熱心な方だと聞いている。我々勘定奉行のためにちょっとしたお手伝いをお願いできないだろうか？いいぜ、遠慮しないで何でも言えよな。よかった。それなら知っておられると思うが、リーゆえの山には精神と呼ばれる植物が生えている。オイラたちそれを取ったことあるから知ってるぞ。リーゆえに行って取ってきてほしいのか？ああ、新鮮な精神を300個ばかし取ってきてほしい。新鮮で取り立てのものだ。オイラの聞き間違いか？おっと、そんなに面倒なことであったか。そうだな。それでは島の手紙配送を手伝ってくれないか？それならいいぜ。全部で709通だ。おい、どういうことだよ。それって本当にオイラたちがやらなきゃいけないことなのか？ははっ、すまないね。しかし島は確かに人手不足なんだ。理由もありきたりだな。どうするんだ旅人、本当に手伝うのか？さすが旅人殿。では私は返事を待つことにしましょう。本当にあんな依頼を受けるのか？おかしすぎるぞ。